はい、基礎から学べるバレーボール上達の鍋です。今回は2018年の9月9日のブログで書いたサーブトスが安定しない時の3つの解決方法について述べたいと思います。はい、今回このブログを書いたきっかけが、最近質問に答えることが多くて、でその時にサーブを打ってもネットにかかることが多くて、なかなか入らないと悩んでる人が多かったんですね。サーブが入らないとか、サーブが届かないとか、サーブがうまく打てないとかっていう質問が多かったんですよね。で、その質問に答えてたんですけども、その時に、まあ、いろいろ解決方法はご提示したんですけども、じゃ何が一番大事なのかなと思った時に、やっぱりサーブを、まあ、皆さん打つっていうところに着目するんですけども、やっぱり打つっていうところより、まあ、サーブをトス上げるですね。サーブをトスを上げるっていうところもとても大事だと思うので、私はそこに着目して今回書きました。まあ、サーブなんですけども、まあ、スパイクで例えると、サーブトスっていうのは、セッターが上げるトスと一緒なんですよね。セッターが上げるトスが近かったり、まあ、短かったり、離れてたり、とんでもない方向にね、トス上がってしまうと、スパイクって打ちにくいじゃないですか。まあ、サーブも同じで、サーブトスがやっぱりしっかり上がっていないと、サーブが打ちにくいんですね。サーブトスを上げたときに高かったりするとミート打ちやりにくいですし、でトスの位置が前すぎたりすると、まあ、また打ちにくいですし、そんなことでやっぱサーブトスが大事なのかなと思ったので、サーブトスに関してちょっと考えたので書きました。で今回のポイントが3つあって、で1つ目のポイントが手のひらの上にボールを乗せ押し上げるってことなんですけども、手のひらにボールを乗せて押し上げる感じでボールを上げるんですよね。まあ、詳しくは後で解説します。で、二つ目が、ボールに手が当たる高さを一定にする。ボールを上げる高さですよね。で、高さ、打つときのこの高さですね。ボールを上げて手に当たるときの高さを一定にする。どのぐらいがいいのかっていうのも後で説明します。で、三つ目が、ボールを打つ位置を頭の中に入れておく。まあ、高さは決まったとして、じゃあ次どの辺ですね。自分の体の前なのか、自分の肩の前なのか、この辺なのか、もっと前なのか、自分に近いのかっていう、この自分のトスを上げる位置っていうのもとても大事なんですね。スパイクで言ったら、まあ、かぶってると打ちにくいので、まあ、自分のね、一番叩きやすい位置でスパイク打つんですけども、サーブも同じで、自分のサーブを打ちやすいやっぱ位置っていうのがあると思うので、その位置を頭に入れて、サーブトスを上げましょう。まあ、サーブの位置っていうのも大事になります。サーブをあの上げ方、でその上げる高さで、サーブを上げる位置っていうのが大事になるので、その辺について説明をします。はい、じゃあ一つ目ですけども、一つ目は、サーブトスは手のひらの上にボールを乗せ、押し上げるとですね。押し上げる感じでサーブトスをするんだよってことですよね。さあ、サーブトスが安定しない原因が、手のひらの押し上げができていないことが原因ですということで、サーブのトスの上げ方っていうのが、まあ、私の中であると思うんですけども、手のひらをこういうふうにくって返してあげるのか、そのまま、ね、肩とか体を使ってこういうふうに上げるのかっていうので、サーブのトスの上げ方が違うと思うんですよね。 できない人ってこういうふうに手首を使って返してサーブトスを上げてると思うんですよね。そうするとやっぱり回転がかかったりトスが安定しないと思うんですよね。指先だけでボールを上げてもいいんですけども、やっぱりちょっと安定しないと思うので、まあ、こういうふうに上げる感じですね、下から。この説明でも書いてあるんですけど、水が入った茶碗をこぼさずに腕全体で押し上げる感じで上げるとですね、優しく上げるっていう、この感じですね。手首をこう返すんじゃなくて、こう。こういうふうに上げてもらった方が、よりサーブのトスは安定すると思います。こういうふうに指をこう返して、サーブのトスは手首で返すんじゃなくて、腕全体で押し上げるっていう感じでトスを上げるように気をつけてください。まあ、なのでこういうふうに上げる練習をしてもいいと思います。はい、2番目ですけども、サーブトスを上げるときは、ボールに手が当たる高さを一定にする。ちょっとわかりづらいかもしれないですけども、トスが、まあ、上げすぎると、やっぱりちょっと、打つのが難しくなるんですね。高くトスを上げてサーブを打つより、やっぱある程度ね、あんまりそのサーブトスっていうのは上げなくていいんですよね。私だったら、まあ、
20センチぐらいですか、20センチぐらいしか高さは上げないと思います。自分がこういうふうに打つときに、体の前ですよね。体の前で、自分がサーブを打つときに、やっぱ肩の前で打つので、肩の前で打つぐらいの高さなんで、私だったらまあ、こんぐらいですよね。まあ、20センチ台ぐらいの高さで、トスを上げればいいと思います。これを高く上げすぎると、やっぱり高く上がってミートするのって難しいんですよね。やっぱり高さっていうのが、まあ、そんな高くなくていいので、20センチぐらい上げて、で、止まったところを打つ。20センチぐらい上げて、止まったところを打つのか、まあ、初心者の人はちょっと上がって、ちょっと落ちたところ、ちょっと上がって落ちたところを打ってもらった方がいいと思います。はい、それでは3つ目ですけども、サーブトスを失敗しないために、ボールを打つ位置を頭の中に入れておくということで、サーブをする、まあ、上げるんですけども、上げる位置っていうのが大事で、じゃあどの位置で上げるかっていうと、サーブっていうのは一歩踏み込んでサーブ打つので、一歩踏み込んだ位置にトスを上げる必要があるんですよね。で、そのトスを上げる位置が、一歩踏み込んだところの自分の、まあ私右利きなんで、右肩の前ですよね。まあ、基本的にはこうサーブ打つんですけども、サーブっていうのは自分の体の前にトスを上げるんじゃなくて、自分の利き腕の前までボールを持ってきて、こういうふうに上げて、一歩前に出るところに上げてサーブを打つ。なので、サーブをトスを上げたときに、自分の体の近くにボールが落ちてしまっては、それはちょっと近すぎるので、サーブトスを上げたときに、その一歩出したところのつま先ですよね。つま先にボールが落ちるくらいがいいと思います。書いてあるんですけども、トスをしたボールが前足、踏み切った足のつま先の前方に落ちるのがいいと思うので、それを確認しながらやった方がいいと思います。初心者の人はトスだけで、トスを上げてボールを落とす。トスを上げてボールを落とす。で、つま先の方に落ちてるかっていうのを確認しながら、まあ、それをまあ30回から50回ぐらい連続でやってもらえれば、あとトスの仕方がわかると思います。トスだけを自分のその、高さだったり位置だったりを確認しながらサーブトスを上げて練習するだけでも待たなくていいので練習するだけでもトスのサーブトスの練習だと思うのでまずサーブトスの練習をしてもらった方がいいと思います。はい、今回はこんな感じですけどもサーブトスっていうのは、まあ、スパイクとスパイクのセッターのトスと同じで、まあ、トスがうまく上がらないと多分サーブを打つことが難しくなるのでトスっていうのはとても大事になります。サーブ、もう一回 おさらいしますけども、サーブをトスを上げる、上げ方ですよね。上げ方は手首で返さないで、しっかりボール、お茶碗に水があって、それを押し上げるようにサーブを打つっていうことと、あとボールを打つ高さっていうね、高さは私だったら20センチぐらいの高さで上げることがいいかなというふうに思いました。で、ボールを打つ位置は、自分の利き腕の前でボールを持ってきて、一歩踏み出したところのつま先に落ちるぐらいのところにボールを、距離を置くとですね、ボールを置くように投げるっていうことが大事だと思います。で、これだけを、まあ、サーブ打たなくていいので、ボールを上げるっていう練習だけを、まあ、30回か50回くらい連続でしてもらえたら、まあ、ある程度はコツがつかめると思うので、じゃあ実際に打ってもらう。まだできなかったら、またサーブトスが安定しなかったら、また練習をしてもらえればいいと思うので、まあ、これでトスに関してはある程度その分かってくると思うので、あとはその打ち方っていうのが大事だと思うんですけども、今回はサーブトスについて説明してみました。はい、じゃあそれでは最後までご視聴ありがとうございました。